えー、こんにちは、えー。今日はですね、えー、マップ、えー、とマップ、えー、写像という概念についてお話ししていきます。前回までで、えー、集合に関する、えー、ごく基本的な事項を、えー、やってきましたとで。今日はですね、その集合と集合の間の対応関係、 についてて考えきまず2つの集合 AB っていうのを考えますでその,あその2つの集合の間の対応関係として写像 F っていうのを考えますえ中学や高校の時も関数 F みたいな言葉を使ってきましたでこの関数っていうのも えー、写像の中の中一つです、す、えー、コンベンション、えー、慣習として、関数っていう言葉を使うときには、えー、行った先、fx とかって言ったときの、fx の値が実数である時に、えー、ときに、特別に関数っていう名前で、えー、関数っていう名前をつけて、呼びましょうっていうふうな形でしたと。 で今回は、えー、もうちょっと一般的にですね、えー、行った先が、あのー、必ずしも実数ではない場合も含みます。それでは、えー、関数も含めて、写像のざっくりとしたイメージをつかんでいきましょう。まああのー、集合 A と集合 B という2つの集合があって、その 集合 A から集合 B への写像 F っていうのはどんなものなのかなっていうとですね。ま、とりあえず、Y イコール FX とかっていう、ま、あの、中学、高校で使ったような関数でまずイメージしていきましょうと。で、例えば FX イコール x 二乗とかっていうのであれば、ま、A っていうのは実数ですと。で、B も実数ですと。そして、その、 実数の、まあ、全ての点に対して、えー、何らかの対応関係で、この b の中に落とし込みたいと。で、例えば、fx イコール x の2乗であれば、1は1に飛んで、マイナス1も1に飛んで、2は4に、マイナス3は9に、みたいな形で、それぞれ、ここの元の A の中の各要素、各要素ですね。各要素に対して B の何らかの要素を対応づけてあげましょうと。その対応関係のことを写像 F というふうに呼びます。それで、この写像 F がね、A から B への写像 F って言った場合の、この元の部分の A のことを、えー ドメイン、定義域と呼びます。そして、行った先、対応付けられて行った先のこと、このここで言うとこの B を地域、レンジと呼びますよと。で、えっ、ー、と、fx イコール x2 乗のときでまた考えてみると、A は実数、B は実数ですが、まあ、あの、ドメインの方の実数は1でもマイナス2でも、 3でも、マイナス -100 でも、何らかのこの、地域のある実数に対応します。なので、定義機の方は全部ちゃんと、え B の中に移りますが、B の方は、例えば X の2乗であればですね、FX が X の2乗であれば、実数の中全部に行くわけではないですね。行き先は、FX イコール X の2乗であれば、 えとノンネガティブ、皮膚の実数、えーと、ゼロから無限大の間しか使われなくて、えー、と負の数ね、ねマイナスの数は、えー、とどれも対応しません。でも、まあ、行き先の集合としては問題ないと。その実数の中に入りますよっていうだけで、この実数の中全部があの全て入る、ね、ここ全部が使われるというわけではありません。ただし こっちの定義域の方は全部が使われないといけないねっていう話になります。で、まあ、表記としてはですね、あの定義域 A の中のある A が、えっ、ー、と、地域の B に対応する場合は、B に対応する場合は、こんな風に B は FA みたいな形で書きます。FA イコール P って書いても構いません。要するに、A が F によって、 えー、B のところに、えー、割り当てられるというようなイメージです。まあ、あの繰り返しになりますが、まあ、例えば、えー、と、A と B を実数の集合として、その間の対応関係を、えー、と、A の中の点、えー、小文字 A に対して、B の中の点、 小文字の A の2乗を対応させる FA イコール A の2乗っていうのを考えるとまあこれは中学校、高校の時のイメージで言うとこんな感じでこっちが定義域、ドメイン A で、えー、まあ実数になりますと。そしてこっちが地域、レンジ B も実数になりますと。それに対して、えー、と定義域の定義域の ある点を取ってあげると、それに対応して、ポンと、P の方の地域のある値が、えっと、対応づけられます。まあ、ここに対しては、こう来て、こう、ここですね、という感じです。で、ま、繰り返しになりますが、定義域っていうのは、その関数が全て定義される領域で、地域っていうのは、あくまでも、その中の点を取りますよ、ということで、そこの中の点が全部、あの、対応、 しないといけないいいとけけわではありません、まあ、スペシャルケースとして、これではないですけど、FA=A みたいな、えーと、こんなね、原点を取る直線なんかにすると、まあ、定義域に対して地域は、まあ、地域は全域ですね、全域に対応するんですけど、まあ、それはあのたまたまというか、スペシャルケースであって、必ずしも地域に関しては、地域に関しては、 全部の,あの点がその関数 F の行き先としてあの対応しないといけないというわけではありませんと次に、えーと、集合 A から集合 B への写像 F を考えたときに、えー、新たに2つの概念を導入します。 一つはイメージ。像と言われます。現像とか、あの、とかの像ですね。あの、人間に動物の像って書く像です。それと、あと、逆像という、あの、言いますイメージ。この二つの概念を考えていきます。まずは、えー、写像 F による像。ね。写像 F の像っていうことなんですけど、 まあ、これは、あのー、まず直感的なイメージとしては、まあ、イメージって言って、ここのイメージではないですけど、まあ、直感的な雰囲気としては、定義域 A があって、この写像によって、こう、ポン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 映っていくんですけど、この A の中の写り先、写り先全体のことを、写像 F の像というふうに呼びます。ここですね。で、例えば、 えっと、もうずっとこの例ばっかり来きますけど、fx イコールあの x の2乗みたいなね、これだと fa イコール a の2乗みたいなやつっていうのは、a の中の要素は、まあ、これ全部実数ですね。実数全体がドメインにはなってるんですけど、そのイメージ、像っていうのは、この p 実数全体に行くんではなくて、あくまでも、 A の2乗によって映った先全体ということなので、今回の場合は0から無限大、ノンネガティブな実数全体ということになって、まあ、地域とイメージの間にはこう隙間というか差があることもありますよということです。で、こんなふうに書くんですけどね。えっ、ー、と、A 定義域です。で、F 写像です。そうすると、えっ、ー、と、その F のイメージっていうのは、こんな風にですね。ある定義域の中のある点がありますねと。ある点というか全部ですね。で、その行き先が FA です。で、すべての定義域の点の行き先を、行き先を全部集めてきたようなやつのことを、 要するにここで言うと、この中の点をこう全部、映った先、映った先、映った先を全部集めてきたやつを FA っていうふうに書きましょう。まあ、これをイメージと呼びましょうという話です。ということなので、これを厳密に書くと、厳密に書くとどうなるかっていうと、まあ、これはそのイメージっていうのは B の中の点ですよ。 でどんな点ですかって言うと A の中の何らかの要素の何らかの要素の行き先ですね行き先になっているような B 全部ですよとまあこっちの図で言うと FA っていうのは何かの点の行き先になってる何かの点の行き先になってる何かの点の行き先になってるよっていうような性質を持ってるようなやつ全部集めてくると A の イメージ FA になりますよということです。ということなので、まあ、この表記にまあ注目してもらうとですね、えーと、FA っていうのは定義域の中の点が行った先の集まりということなので、当然、あのー、文字通り A っていうのが定義域の中の点であれば、その行き先っていうのは、その行き先っていうのは、A のイメージですね。A のイメージに入ってますよっていうのは、まあ、まさにこの定義と同じですね。FA っていうのは A の行き先だと。A の行き先全体が F の大文字 A なので、まあ、小文字の FA っていうのは、大文字の FA の中に入ってるよっていうのは、まあ、まあ、当然。 じゃあ当然。ということになります。で、その具体例をね、あの、イメージに対するね、具体例見ていきましょう。まあ、本当にしつこいですが、まあ、毎回毎回、あの、具体例は、あの、f イコール A の二乗というのを考えますと。まあ、今回も、えーで、定義域も地域も、えー、ドメインもレンジも実数にします。そして、 その写像、A から B への写像、実数から実数への写像として、FA イコール A2 乗っていうのを採用します。そうすると、この A の、ね、A が F によって写される、まあ、あのー、F のイメージですね。F の像っていうのはどうなるかっていうと、あのー、この写像の行った先全体っていうことなので、 行った先全体というのは、このグラフ見ても分かりますけど、行った先全体はこの上の部分だけですね。ということなので、どういうことになるかというと、まあ、ノンネガティブな皮膚のです、ねえー、実数全体で、今回のこの写像に対してのイメージっていうと、こういう形ですね、ゼロから無限大まで、ノンネガティブな実数全体ということになりますよと、まあ、これ1つの具体例ですね。 で、次は、インバースイメージ、逆像っていうのを考えます。まあ、像っていうのは、まあ、ここからあったとしたら、ここがどこに行きますかこいつらが行く先、ね、行く先はどこですかっていうのが像でした。逆像っていうのは、その逆で、ここに来るのはどこですかここで言うと、例えば、この集合 B の中、大文字 B の中の小文字 B っていうのがあったとしたら、 写像によって、ここの B に到達する点はどこですかっていう話になります。例えば、まあ、また同じ。FA イコール A2 乗って考えると、例えば B として、9っていうのを取ったとしましょうと。数字の9ですね。そうすると、9に飛んでくるのはどこですかっていうと、3と、マイナス3ですね、と。 いうことなので、まあ、例えばここで言うと、えっ、ー、と、FA が A の2乗であるとするならば、行った先、行った先、9、9ですね。9の逆像、インバースイメージって何ですかっていうと、X2 乗イコール9となるような A 全体ですよってことなので、まあ、F インバースの 数字の9、9。であれば、その逆像インバースイメージっていうのは、マイナス3とプラス3の2点からなるような集合ということになります。で、今はここね、1点考えて、そこにやってくるのはどこですかってことで、ここにやってくるのは、こことここが、ここにやってきますよっていうことだったんですが、それを、 集合で考えましょうと。要するに、B の中のあるこの集合のインバースイメージっていうのはどうなるかっていうと、こっちからポン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 って飛んでくるんですけど、飛んだ先が、飛んできた先が C の中に入ってしまうような A の中の点を全部集めてくるとどうなりますかっていうのが C の F による逆像っていうことになります。例えば、ここがピッて入んなかったら、ここは違う。でも、こことか、こことか、ここはこの中に入ってくるっていうんであれば、それは逆像の、あの、中の要素っていうことになります。今言ったのは、ここですね。逆像っていうのは、元の方の中の集合です。そして、C の逆像っていう、この C は、 レンジ、地域の中から選びます。で、どういうこの中の要素かっていうと、行った先が C の中に入る。この C に落ちる。ポンポンポンって言って C の中に落ちるような A 全体を集めてきたやつを C のインバースイメージと呼びましょうと。で、これをちょっと別表記をしてみるとどうなるかっていうことなんですが、まあ、ここ。 A の要素だっていうことは、大文字 A の要素だっていうことは確かなんですけど、どういうやつかっていうと、今度は、えっと、どうなってんのかっていうと、C の中に落ちるっていうことはどういうことかっていうと、その落ちる先のある B っていうのが、なんかありますよと。C の中のどこかですね。C の中のどこかにポーンってこう、落ちるような A を集めてきて。 ててくださいっていっう,うに書きますます、あ、このフォー,なフォーサムとか出てきたら、この後またあの否定されて4エニーとかいうのが出てきそうな気もしますけどね。まあ、こういう書き方で、これを書き下すとこんな風にも書けますよっていうのをちょっとあの今、ちょっと心に留めておいてください。まあ こすぐには覚えられるというか頭には入らないと思いますけど、この後またいくつか、あの、証明というか例題通して、あの、定着を目指しましょうと。じゃあまた、あの、例えばっていうことで具体例見ていきましょうと。まあ、毎度毎度の、あの、写像のエグザンプルとしてはこいつ使いますと。まあ、一番、あの、シンプルなんでね。で、 そうすると、じゃあ、まずは、ある1.4。4の逆像ってどうなりますかっていうことなんで、ここで言うと、まあ、書いてないですけど、あの、4。って言うと、まあ、この辺なんですけど、まあ、4の逆像っていうのは、この関数によって、4に飛んでくるような、4に飛んでくるような定義域の点の集まりっていうことなんで、まあ、4に飛んでくるような定義域の集まりですよ、と。 で、4に飛んでくるっていうのはどういうやつかっていうと、a の2乗が4になるようなやつなので、この a っていうのは何かっていうと、マイナス2と2ですよという話になります。で、もしこれが、これ今1点でしたけど、これが集合になったとしましょうと。ここで言うと1と3ですね。1と3の、え閉、ー、区間と、ね、クローズドインターバル、1から3の間の 閉区間の逆像っていうとどうなりますかっていうと、ここから飛んできて飛んできて、1と3の間に入るような定義域の中の集合ってどこですかっていうと、ここに入るのっていうのはこう、こう、この範囲ですね。っていうことは、こことここが、この関数、写像によって1と3の中に、えっ、ー、と、落とされるっていう話なので、まあ、 3になるのはマイナスルート3とルート3。1になるのはマイナス1と1っていうことなので、ここの部分が、この、レンジ、地域の1、3のクローズドインターバルの逆像がここですよということで逆増、逆像はマイナスルート3と1のクローズドインターバルと、えっ、ー、と,と、1とルート3の クローズドインターバルのユニオンとね、二つ合わせてくるのでユニオンっていうことになります。それでは、こういうやつですね。マイナス5と4っていうところの、え集合ですね。この閉区間ですね。のインバース名字、逆像っていうのはどうなるでしょうねと。これのね。で、これの 逆像もどうなるんでしょうねうのちょっと考えていきましょうと。そうすると、行った先、行った先が、もうちょっと下ですけど、マイナス5から4の間、マイナス5から4の間に飛ぶっていうのはどこかっていうと、まあ、下の方にはどうせ飛ばないから、こっちの中に落ちる。ここ全部に行けっていうわけではないんですね。マイナス5と4、 っていう区間の中に落ちてくるような元は何ですかっていうふうになると、これはちょっと考えたらわかるので、ああ答えだけで自身考えてほしいんですが、マイナス2から2になりますねと。同じようにして、マイナス1からマイナス3、この、この辺ですね。 この辺に落ちてくるような、落ちてくるような元の点ってどこですかって考えると、全部こっちにしか落ちないですね。どこもね。どこも。で、マイナス3からマイナス1、ここの範囲にはどっからも落ちてこないから、そこに落ちるような、え定義、定義域上の点はないですよってことなので、ない空っぽの集合っていうことで、これは、空集合っていうことになります。 まあこんな感じで、インバースイメージですね。逆像っていうのはこんな感じのですねっていう雰囲気つかめたかなと思います。というわけで、今、マップ、イメージ、インバースイメージっていうこの3つの概念を見てきたんですけど、じゃあまあ、毎度の通り、それらをね、え絡めて、 何が言えるのかなっていうことで、今回はこの定理の5.2の1。A から B への写像。F がありますよと。そして A1、A2 っていうのを A のサブセットとしますよと。まあ、こんな感じですね。A がありますよと。B がありますよと。そこへ。 えー、それを結びつけるような写像 F がありますよと。で、今、この、ドメイン A の中にサブセットとして A1、A2 っていうのを設けましたと。そうすると、何が成り立つかっていうと、これが成り立つよっていうことが言えて、というか、まあ言えるので、これを、本当は言えるかどうかわかんないから証明してみましょうってう話なんですけど、まあこれが言えますよっていうことが、あの、 定義として出てきます。出てきていますと。ということで、これ、どういうことなのかなっていうのをちょっと見てみましょうと。まずは、まあ、右側から見た方がわかりやすいので、まずこれは A1 の F によるイメージです。これは A2 の F によるイメージです。要するに A1 があったとしたら、この行き先、ここが F の A1。A1 の F によるイメージですね。で、これが A2 だとすると、こいつがぴょんぴょんぴょん飛んでいくとですね。 こいつの行き先っていうのが F の A2 って書いたここが A2 の F によるイメージになりますよと。で、そのイメージのユニオンっていうことなんで、こいつとこいつを混ぜ合わせたっていうか足し合わせたこいつが右辺になりますねと。で、一方でこの左辺何かっていうと、こっちは映った先で、 それをユニオン取ってあげたってことなんですけど、こっちは何かっていうと、映す前にユニオン取るんです。A1 と A2 を先にユニオンを取ります。まあ、先にこう、ユニオン取っちゃうんですね。で、こう先にユニオンを取ってしまって、こいつ全体をポーンってこう映してあげると、それが、それぞれ、 別個に移してユニオンを取ったものに一致しますよと。この中に落ちますよ。っていうことが、この命題です。なんか当たり前っぽいけどあ、でも本当かなっていう感じですね。じゃあこれ、まあ本当なんですけど、まあ証明していきましょうと。で、証明すべきはイコールなので、まあいつものお決まりのパターンで、こっち側の 方眼関係を証明して、それが終わったら、こっち向きの方眼関係を証明して、だから、イコールでしょっていう、このパターンですね。で、まずはこっち側の、えー、っと、方眼関係を証明するには、どういうことだったかというと、この中からなんか好きな点一個取ってきますよと。そうしたら、それがこの中に入ってますねって言えれば、こっち向きの方眼関係が証明できたっていうことなので、でじゃあ、 実際やっていきましょうとまあ、最初はまあお決まりのパターンですね。まあ、まずは、この、こん中からある点 B を、どっかこの中から B を取っていきますねと、この中からどっか B を取っていきますねと。で、これを書き下すと、B っていうのは、この中の どの、どれかの点の行き先なので、まあ、どのかの点ですね。この中のどれかの点の、その点の行き先になってますよっていうのが、まあ、イメージ、像の定義というか、まあ、雰囲気ですね。で、これをまあ、とりあえずは、えっと、自然な英語の語順に変えておきましょうと。 まあ、これと、これ、ひっくり返しただけですね。まあ、こうだよと、この時にねっていう、まあ、自然な語順ですね。そうすると、ここにちょっと注目すると、フォーサム A なんですけど、この A っていうのは、A1 の中に入っててもいいし、A2 の中にも入ってていいよと。まあ、ある A、 なんとかに入ってたらいいよっていうことなので、これをちょっと、あの、あんまり綺麗ではないですが、違う英語で書き直すと、こんな風に書けますねと。まあ、要するに、えっと、ある A なんたらの中に含まれてたらいいっていうことなんで、それを AI としましょう。I っていうのは1か2っていうことなんで、まあ、 1>, あるまあ、1か2の中のある i は1か2かどっちかでもいいので、まあ、その A1 か、ね、A2 の中に入ってたらねっていうのはここの部分をこんな風に書き直しましたとまあここの部分をこんな風に書き直しましたよっていうことです。そうすると ここの部分ですね。ここの部分を、えー、像の、えー、定義にした、従って、イメージのね、定義に従ってちょっと書き直すとどんな感じになるかっていうと、こんな感じになりますねと。まあ、要するに、あのー、B は A の行き先ですよ。で、A っていうのは、この AI ね。 AI の中のある A の行き先ですよということは、まあ、これはある AI の中の行き先の中に入ってますよということになります。で、まあ、後ろのね、こ,この赤で書いた部分がこうなったので、まあ、後ろの部分はそのまま残ってると。そうすると、これは、フォーサム I の愛っていうのは1か2っていうことなのでま、まさに1か2っていうことなんで、愛が1か2の時、いずれかにおいてこれが成り立つよっていうことなので、1と2、2つしかないのでも、1か2の時のどちらか、まあ、わってことですね。で、これが成り立つよってことなんで、少しこれ書き下してあげると、まあ、こんな風になって、 i が1かに a1 か a2 でこれが成り立ちますよってことなので a1 でこれが成り立つかまたは a2 でこれが成り立つよっていうふうになりますそうするともうこれですねこれはユニオンの定義からもうすぐ次の形に変形できますねとま,あまさにユニオンの定義ですねそうするとまああのこの中から取ってきたこの中から取ってきたやつが こな中ですね。この中に入ったっていうことなので、まあ、これで、こっち側方向の照明は閉じられますねと。まあ、いつものおまじないみたいなのを書いて、こっち側方向は終わりにしましょうと。はい。できました。っていうことですね。じゃあ、次は逆側もやらないといけないということで、反対のね、あの、 こっち向きですね。こっち向きの照明もしていきましょうと。はい、じゃあ今度は逆向きです。で、まあ、いつものように、まずは、まあ、こっち側ですね。こっち側からある点を取っていきましょうねと。そうすると、またこれも書き下しですね。これはまあ、す。 なに素直にこのユニオンですね。ユニオンの定義に従って B がこの中に入っているということは、それぞれに入っているよと、それぞれに入っているよっていうことになります。で、これは、こっちとこっちをそれぞれを B が A1 の像に入っているよ、ね。B は A2 の像に入っているよっていうことで、えー、それを元に書き下すと、 まあこんな風にえっ、ー、とここの部分はここにそしてここの部分はここに、まあ、なるわけですけどまあ P っていうのは A1 の中のある要素の行き先になってるってことなんで。 A1 の中のある要素のそれの行き先になってるよ。まあ、こっちも同じですねと。とこんな風に書けると。そうすると、えー、と前回までで何回もやってきた論法として、あのこれだと A1 が大文字 A1 の中に入ってれば、別にこっち、この中もう入ってるんで、ここをなんか余計なものをくっつけても入ってるよねという風に。 してもよかったので、その論法で、次みたいに書くことができますね、と。ね、あの、これで成り立ってるんだから、A2 くっつけてもいいよね、と。こっち、A2 は大文字 A2 に入ってるんだから、もうすでにこれ入ってるんだから、余計なものこれくっつけても大丈夫だよね、と。まあ、両方ともね、あの、A1 と A2 のユニオンの中に、 入って,るよっていうふうに言いましたと。で、この2つちょっとよーく見てください。こっちは、まあ、A1 とか A2 とは書いてますけど、大文字 A1、A2 の中の何か適当に取ってくると、その行き先になってるよ。ね、こっちも A1 と A2 の中から、ある何か適当なやつを取ってくると、そのやつの行き先になってるよっていうことなので、 ここ別に A2 とか A1 とかって書いてるこの記号にはあんま意味なくて単純に A1 と A2 のユニオンの中から何かを取ってくるとそれのそれの行き先が B になってるよって言ってるだけなので同じこと言ってるんですねそうするとこれを一つに整理すると一つに整理してこんなふうになりましたと そうすると、これはもうまさに、まさに、像のね、イメージの定義ですね。B っていうのは、この中のある要素の行き先ですよ、っていうことなので、これは、こうなりますね、と。そうすると、この中ですね。この中から取ってきた B は、必ず、この中に、まあ、これですね。 に入りますよっていうことなので、まあ、こっち側の方眼関係、この方眼関係言えましたねっていうことなので、また最後、閉めましょうと。で、あの、両方のね、あの、方眼関係言えたので、こっちがこっちに入るよっていうことが言えたので、両方言えて、はい、証明おしまいっていうことになりますと。 今あの、このユニオンについては、えっと、先にユニオンを、えー、して、写像で飛ばしてもし、それぞれを飛ばした後に、えー、ユニオンを取っても一緒だよっていうことを言ってたんですが、これがインターセクションになると、必ずしも、えー、これが成り立ちません。まあ、つまり、まあ、For y o u r i n f o r m a t i o n ちなみにということで、 えっと、こうやって、あの、それぞれを飛ばした後に、え、インターセクション取ったやつと、先にインターセクションを取ってから飛ばしたやつだと、ユニオンの時はね、あの、イコールだったんですけど、インターセクションの場合は、イコールにならない場合があります。で、まあ、実際、こっち側のね、こっち側の、あの、方眼関係が、 成り立たなくなるんですけど、まあ、判例、ね、カウンターエクザンプ具体例を通してちょっと見ていきましょう。また、あの、しつこいようですが、この FA っていうのはこの二次関数を見ています。で、えっ、ー、と、定義域は実数全体です。で、今、ここの A1、A2 として、こういう、あの、閉区間をそれぞれ 取ってみます、まあ、こんな風にここを A1 ここを A2 としましょうねとそうすると,、えー、とこいつらのまずは、えー、と先に共通部分取るとどうなるかっていうとこれとこれの共通部分なんでここの部分ですねマイナス1から1の平区間ということになります。 で、それぞれを、それぞれを飛ばすと、それぞれを飛ばすと、どうなるかっていうと、マイナス2と1ね、ここの A1 だと、ここの、ここの範囲ですかね。ここの範囲なので、ここの範囲なので、えっ、ー、と、行った先、地域っていうのは、ここを通るので、一番高いとこここで一番低いとこここっていうことなので、0と4が、この、 A1 のイメージになりますね。同じようにして A2 はここなんで、ここからここにこう動くので、こう動くので、一番高いとこがここで、グーって言って一番低いとこがこうってことなんで、ここの範囲になりますねっていうことなので、これも0と4になります。そうすると、行った先行った先のインターセクションは、インターセクションは、まあ、両方一緒なので、0と4ということになりますねと。 そして今度は、えっ、ー、と、先に、先にインターセクション取った場合ね。要するに、マイナス1と1の平区間になった場合、ここの場合だとどうなるかというと、ここからスタートしてここっていうことなんで、こうなんで、この場合、この A1 と A2 のインターセクション、先に取った方のイメージっていうのは、こうですから、1行って、0行って、1行く。で、 01になりますねっていうことなんで、こいつは先にインターセクションを取るとイメージは01になるし、それぞれにイメージを取って、それぞれにイメージを取って、後からインターセクションを取ると04になって、あれ、違いますねっていうことなので、一般的にインターセクションの場合は統合は成り立ちませんということになります。 さらにちなみになんですけど、まあ、ここでフォーユアインフォメーションとして、えっ、ー、と、これは成り立たないよっていうことで、これが成り立たないからねって言ったんですが、実はこっち側ね、こっち側の、要するに、これがこれのサブセットだよと。こっち側の、えー、方眼関係は成り立ちます。これ各自、えっ、ー、と、自身で証明してみてください。じゃあ次。 えっと、インバースイメージ、逆像についての、えっ、ー、と、定理、命題の証明をしていきたいと思います。今度は、定理の5.2の4です。どんな感じかっていうと、まあ、直感的なイメージとしては、えっ、ー、と、今度は、えっ、ー、と、逆像を考えるので、えっ、ー、と、レンジの方に、この B1 と B2 っていう、あの、二つの集合が、 ありますよと。で、こいつの逆像、それとこいつの逆像がありますねと。で、その逆像同士をの、の、逆像同士のインターセクションを取ったものっていうのは、あらかじめこっちのレベルで、こう、インターセクションを取って、そいつを戻したやつに一致しますよっていうことを言ってる。 で,すとでこれを証明してみましょうとまずはこっち側要するにこの中から点を取ってきたやつが必ずこっちに入ってるよということを言いますそうするとまあ毎度のことのようにスタートしてはえっと逆像なんで逆像なんで A の中に入ってくねっていうことなので この逆像の中にもし A が入っていたとするとねと。すると、これはただ書き下すだけで、まずは、こういう感じですねと。まあ、こいつの逆像の中に入っているってことは、こいつを F で飛ばすとこの中に入っているよっていうことなので、まあ、文字通り A を F で飛ばすとこの中に入っているよってことになって、 これをあのインターセクションですね。このインターセクションの定義に、えー、基づいて書き下してあげるとこっちに入っている、かつ、アンド、こっちにも入っていると。こうなります。で、これを飛ばすと、F で飛ばすと B1 の中に入っている。これを飛ばすと、 B2 の中に入ってるっていうことなので、まあ逆像の定義の通りこう書けますねと。じゃあもうこれは、えっと、これとこれがアンドになってて両方に入ってるよっていうことなので、これはまあインターセクションの定義そのまんまで、こうなってっていうことなので、この中の要素、1個 A 取ったらそれがちゃんとこの中ね。 この中に入ってるよということなので、まあ、こっちの方眼関係言えましたと。つまり、こっちの方眼関係は言えましたと。じゃあ次は、逆側の方眼関係言えれば、まあ、イコールっていうのが言えますよということなので、逆も見てみましょうと。逆なので、まず、この中に入ってるとしたらねっていうことですね。 じゃあ、これはどうなるかっていうと、そのまま、このインターセクションの定義に従って書き下すと、こうなりますねと。そうすると、A の飛んだ先が B1 ですよ、ね。A の飛んだ先が B2 ですよって言ってるので、まあ、そのまま A の飛んだ先が B1 の中に入ってるよ。 A の飛んだ先が B2 の中に入ってるよっていうことになって、そうすると、これもインターセクションの定義をそのまま適用してあげるとこんな風になって、そうすると、A の行った先が B1 と B2 のインターセクションの中に入ってるよっていうことなので、これはインバースイメージの定義そのままで。 こうなりますねと、まあ要するにここここから取ってきた絵っていうのは必ずここですねこの中に入ってますよっていうことなのでまあ逆側の方眼関係セットインクリュージョンも言えましたということなのでまたこれも最後のお題目とでまあそれゆえに逆の方眼関係も言えましたと なので、こっちの方眼関係とこっちの方眼関係言えたので、まあ、イコールっていうことになりますね、と。さあ、できました、と。まだまだ、えっ、ー、と、証明練習続きます。続いては、定理5.2の5番の問題です。今度はどんな感じかっていうと、まあ、A1 っていうのが、A の中1個持ってきます、と。 で、こっち、二重に、まあ F と、えっ、ー、と、F インバース、ね、あの、イメージと、インバースイメージついてますけど、これ、まず中、中の方からね、A1 を F で飛ばします。A1 を F で飛ばして、こっちに移りますと。で、こっちに移ったこいつを、もう一回今度は F で逆戻ししますよと。そうすると、今度は、 この A1 よりも戻ったやつの方が大きくなっている。まあもう一回言うと、こいつをピーって飛ばします。ここに像ができましたと。A の像ができましたと。じゃあこの A の像の逆像はっていうと、A1 よりも、まあ、一般的には大きくなりますよということです。で、これを証明してみましょうと。はい。まずは、えー、毎度のことなので、この中から、 1一個取ってきますよと。そうすると、まあ、あの、こいつのね、ある A っていうのを取ってきたら、その、飛んだ先っていうのは、当然、A の飛んだ先全体、A の F によるイメージですね、イメージの中に入っているのは当然なので、こうかけますねと。そうすると、ちょっとややこしいんですけど、 こいつね、A、小文字の A を飛ばすと、こん中に、こん中に落ちますよっていうことなので、この小文字 A は、ここに落ちるということは、逆像っていう観点から見ると、こんな風になりますね。こうだと。もう一回繰り返すと、 A が行った先がここに落ちるっていうことなので、こいつの逆像の中にこれが入ってると。要するに、こいつが飛ぶと、この中に入るよ。だから、これの逆像の中にこれが入ってますよっていうことになりますねと。そうするともう、なんかもう、淡白ですね。あっという間に答え出ちゃいましたね。この中から取ったら、この中入ったよっていうことなので、 ま,あ最後のまたお題目と。はいと、これで言えましたね。証明おしまいっていことになります。えっ、ー、と、今回、ここ、イコールじゃなくて、セットインクリュージョンでしたね。要するに、こっち側は言ってないと。なんでかっていうと、もう、うすうす感づいてる人は感づいてると思いますが、こっちは一般的には成り立たないからですね。じゃあ、成り立たない例、また、あの、見ていきましょうと。 まあ、4UIFOMATION。ちなみにね、ということで、こっち側方向が成り立たないよっていうことの、まあ、判例ですね。を、えっ、ー、と、これからお見せしましょうと。まあ、しつこいように、また、えっ、ー、と、FA イコール A の2乗っていう、こういうマップ、写像を見てみます。で、今度は、えっ、ー、と、どこにこの A1 を取ってあげるかっていうことなんですけども、 これは、今度は、ここ、1と2の閉区間として A1 を取ってみます。そうすると、この A1 を F で飛ばして、飛ばしたあの像をですね、イメージをですね、もう一回インバースイメージで戻していきましょうということなので、まずは像を求めましょう。こいつを飛ばすとどこに飛んでいくのかなっていうことなので、これはもう簡単ですね。これを、 この F を使って飛ばしてあげると、これが、ここがここね、ここがここになって、この間っていうのはここになりますねと。で、まあ、ここ、具体的に座標はっていうと、1と4なので、こいつのイメージっていうと、こんな風に1から4までの閉区間になりますよと。じゃあ、これを えっと、この閉域を F を使って逆に戻してあげようと。要するに、こいつのインバースイメージを求めてみましょうってことは、こうなるやつってことなんで、ここだけじゃなくて、こっちもですね。ね。正の範囲だけではなくて、同じようにこの負の範囲もこっちに移るので、こいつの逆像っていうと、 これね、これの逆像っていうことは、こいつの逆像だから、マイナス2と、マイナス1の平行間と、1と2の平行間、どっちとも、えっ、ー、と、飛ぶとこん中に入りますねっていうことなので、これが、いわゆる、こいつの逆像、こいつっていうのは、これを飛ばした先ですね。 これを飛ばした先のイメージ像がこれで、こいつの逆像はっていうと、こっち側とこっち側にできて、こうなりました。ということで、A1 と A1 を飛ばして、また戻してきたやつっていうのは、一緒にならなくて、なおかつ、こっちの方が、こっちの方が、 ちちっちゃいと、この方向じゃないねということなので常にこっち側のセットイクルンが成り立つかっていうとこんなふうに判例が出てきましたよということなのでこれは一般的には言えませんということなのでこっち側しか言えない逆は言えないからイコールにはならないよということになります。で最後にもう一つ。 やっていきます最後は定理の5.2の6。今度はさっきと実は逆ですね。さっきは A があって、A1 があって、こいつを飛ばして、で飛んだ先をもう一回戻すと、大きくなってるよっていうやつだったんですが、今回は逆で、こっち、B の中からある B1 を取っていきます。 で、ここに落ちるやつは何ですかね。飛んできて、ここに落ちるやつは何ですかってことで逆像を求めます。で、その逆像をもう一回こいつにポーンって返してあげると、じゃあ今度はちっちゃくなってるよ。ね。逆像があって、こいつをボーンって返してあげて、返してあげたやつをもう一回ピッて戻してくると、今度はちっちゃくなってるよ。もしかしたら一緒かもしれないですけどね。少なくともちっちゃくなってるよ。っていうことになりましたと。じゃあこれ証明していきましょうと。まあ 同じパターンですね。この中から取ってきて、そいつがこの中に入るようになればいいですね、と。それを論述していきましょうということなので、また同じように。B がね、この中に入ってたらね、と。そうすると、B がこれですね、中、中身の、こいつの、 イメージだっていうことなので、それを書き下してあげると、まあ、こんな風になりますねと。まあ、ちょっと丁寧めに言うと、B っていうのは、こいつのイメージの中に入ってるってことは、こいつの中のどれかがこれに飛ぶっていうことなので、まあ文字通り、この B っていうのは、これの中のあるなんかの なんかの行き先ですよっていうふうにして出てきましたと。そうすると、特にここの部分に注目すると、ここっていうのは、えっ、ー、と、B1 の逆像の中に入ってるような A っていうことは、逆の言い方をすると、FA が B1 の中に入るような A っていうことなので、ここの部分はこんなふうに書き換えられますねと。まあ、そもそも、 A っていうのは、大文字 A の中から取ってきたと。で、これは、A の行った先が B1 ですよってことなので、A の行った先が B1 の中に入りますよっていうような A ですねっていうふうにして、書き直せますと。そうすると、どんな A かっていうと、こんな A だよっていう話になるので、で、この A っていうのは、 B ですね。B ですね。そうすると、こいつとこいつ、まあこいつというかこれをですね、持ってくるとどうなんのっていうと、どうなんのっていうと、ね、B っていうのは FA ですよ。で、FA っていうのはこの中にありますよってことなので、B は FA で、FA は こん中に入りますよっていうことなんで、まあ、こういうことですねと。そしたら、もう実はこれ、もう出来上がりと。こん中ね、この中から B を取ってきてあげると、その B は b 1 b 1の中に入りましたねと。さあ、もうできちゃったと。で、こう、最後のお題目ですね、それゆえこうなりましたよと。ということで、証明はおしまいですということになりますと。で、 ええと、かの意義とはもうわかりますね。ここの定理が、なんでこっち側、イコールじゃなくてこっち側しか言わなかったのかっていうと、実は逆の方眼関係、セットインクリュージョンは成り立たないからです。一般的にはね。じゃあまた、これを、どんな場合に成り立たないのかなっていうのをちょっと見ていきましょうと。同じパターンの繰り返しですね。 フォーユーアインフォメーションとして逆側の方眼関係が成り立たない判例、カウンターエグザンプルをちょっと見てみましょう。また、例題はいつもの二次関数です。で、でどんな B1 を取れば成り立たないのかなっていうことなんですが、これは例えば、 B1 として、こんな感じの、えっ、ー、と、マイナス4から4までの、こういうような閉区間を B1 として採用します。そうすると、この B1、B1 ですね、B1 が戻った先、戻った先があって、ね、定義域上に戻った、要するにマイナス4から4になるような範囲はどこですか って考えるとこれちょっと注意したいんですけど、このマイナス4から4のこの閉区間のものが全部戻るところはどこですかっていうように考えるんではなくて、逆像っていうのは、この中に落ちるのはどこですかとね、レンジの中に B1 っていうのを設定します。 この B1 の逆像っていうのは、こ、この A の中で、ポン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 って映ってきて、この中に落ちるやつ全部を集めてきましたよ、という話です。そうすると、これよく見るとわかるんですけど、こっちの範囲ですね。こっちの範囲には全然落ちないんですね。全部関数がこの形なんで、落ちるのは全部こっちの範囲、正の範囲にしか落ちません。正の範囲にしか落ちません。ここには落ちません。けど、あくまでも、 この中に落ちる、この中に落ちるこれは何ですかっていうことなんで、とりあえずこの中落ちてたらいいんですね。ここ落ちなくても、とりあえずこの中に落ちるとこはどこですかっていうふうに考えるので、さあどこでしょうかっていうと、もうこれは簡単ですね。まあ関数上で言うとここですね。ここの中に落ちるっていうのは、まあここの部分。 ここから外れると違うところ落ちますかね。ここから外れると違うところ落ちますから。この中に少なくとも落ちるっていうのはここの部分だけですよっていうことなので、そうすると、こいつの逆像はっていうと、この中に落ちるところっていうことなので、こいつの逆像はここですね。この範囲ですね。この範囲なので、 マイナス2から2のここの閉区間っていうことになりますよと。で、この逆像の閉区間を、今求まったここを、もう一回、もう一回、像として移すとどうなるかっていうと、これは、ここになるよと。ね。マイナス2から2の間の閉区間を、 この関数で移してあげると、まあ、こっからここですね。0から4の間にしかいかないよと。まあ、こっちに、まあ、当然いかないですかね。にしかいかないよっていうことで、そうすると、これは、ここの B1 と、ここの F の、F インバースの B1 ね。B1 を戻してもう一回送ったところっていうのは、これは等しくなりませんねというだけではなくて、 それだけではなくて本当はこっちの不等号を言いたかったのにもかかわらず要するにこっちですねこっちの方が大きいよって言いたかったのにもかかわらずこっちの方がむしろこっちよりもちっちゃくなってこうではないよと逆にこっちの方が大きいよとこっちの方が大きいよってことになってしまったので逆方向っていうのは必ず成り立つかっていうとそうではないよっていうことになります。というわけで今日は 写像についてお話してきました。まあ、特にこの写像が飛んだ先の、えー、像だとか、イメージですね、えー。逆に飛んだ先の中からどっか適当に取ってきて、そこに落ちるのは元のところなんですかインバースイメージ、逆像とかね。それに関わるいろいろな、えー、命題定理の証明もしてきましたと。 実は、来週もこれに関する小テストを行います。まあ、鳴らすと2回か3回に1回なんですが、まあ、多少連続することもあります。で、ここの今日やった内容を踏まえて、小テストをやりますので、来週勉強してきてくださいと。来週までちゃんと、えー、いろんなのが証明できるように、えっ、ー、と、スキルアップしておいてくださいと。 ちなみに来週はこの写像の延長で、写像の中でも、えっと、ちょっといろんな癖がある写像があります。で、来週やるのは単写インジェクションって言われる写像と、全写、全部の全です。サージェクションっていうような写像。 についてお話していきます。さて、どんな写像でしょうかっていうことなんですが、まあ来週楽しみにしてください。それでは、今週の講義終わります。ではまた来週。